は久しぶりに、丸福でやるんですけども、丸福の宣伝もしとかないと怒られるので、丸福のケーキセットのこれが、じゃーん。これが丸福のコーヒーロールです。じゃーん。うわぁ、そうでしょ、はい、それで、コーヒーロールを見せたところで、で、こんなんがありました、来ました、精神科医とか心理学、ね、心理学とか、カウンセラーとか、それにはそういう仕事、そういうことを、まあ、仕事っていうか、まあ、ワークとしてやる、その向き不向きはありますかと。これは結構大きな問題らしいですけどこれね、あの僕が向いてないんですよねだいたいなんか分かられる方も いらっしゃると思うんですけど、実は僕が向いてないっていうね、まずね、すごい、まあ、これはこういう質問っていうのはジョークで答えるしかないんですよ。なんでジョークで答えるしかないかって言ったらね、それはすごく大きな内容を含んでるっていうかね、逆にね、あの言葉じゃないニュアンスっていうのがあるじゃないですか。向いてる向いてないって言うっていうのは複層的な意味でしょ。それで幸せを感じれるかとか充実してるか、あるいはお金が儲かるかとか、人に影響をちゃんと与えることができるかとか、うまく導いてあげれるかとか、ものすごい多層的なことなので、多層的なことっていうのは、言葉に表現するのに向いてないでしょ。で、多層的で一つ一つ説明しろよっていう向きもあるんだけど、一つ一つがね、絡まってるんですよ。この編み物みたいに。冬の編み物ってこうなってるでしょ。こうなってたら一つ一つ分離できるのに、こうなってるから、分離できない。今割とうまいこと言えたと思いますけど、こういう、実はね、私このことに向いてますかね、向いてませんかねって、僕なんか普段、聞かれた時に直感的に、あ、いや、いけるとは思うよっていうのが、うんっていうのはもう直感で、その時にパッとこう本人を見て、僕は大体本人を見る時にはここを見るんじゃなくて、こういう感じの全体的にパッと見るんですね。調子がいい時はそういう見方してますけど、もう瞬間的に言えなかったらもう延々と言わないし、頭で考え出したらもう言わないようにしてますね。で、それはなんか、だからある意味無責任に言った方がいいんですよ無責任だって、その誰も責任取られへんやん。そうでしょ。責任取られへんっていうことは、自分の自我の範囲内での力で言ったらあかんっていうことなんですよ。そうでしょ。少なくともそういう時に、不機嫌な時とか自分の機嫌がめいってる時にそういうことを言うのはほとんどもう、間違った自分のエゴの範疇の中で言うから言ってはいけないと思うんだけど、まだ簡単に排するのも良くないね、のは良くないんやけど、排する時にはちょっとぐーっと自分を収めてから本人を見る。脳の時にはパンと今までの心配事をパンと一旦切り替えて、コーンってなんかスレッジハンマーで頭ポーンってやって、まるで記憶障害みたいにしてね、それで答えるのがいいような、微妙なこの範囲内の意識が必要なんですね。こんなのほとんどひでんやんな。ひでんをこんな場所で言っていいのか分からない。ある範囲内があるんですよ。程よく機嫌がいい感じ、リラックスしてる感じで、その時にまあ、向いているか向いてないかっていうことがふっと降りてくることっていうのはあると思うんですね。ほんならその時には、相手がそれでもってものすごい影響を受けないかっていう、いやもう後で言うと名越先生がそう言ったからとか言う人もいるかもしれないけども、それよりはね、なんか自分の心がその時にふっと僕というものと相手と周りとか同期して、ある壁がふっと動くんですわ。それは僕が動かしてるんじゃなくて、
同期するっていうなんか一つのこの作用がその壁をふっと展開させるっていうことが多分起こってるんだと思うんですけども、そういう意味ではそのうー例えば人の相談に乗ってあげたい人をちょっとでも楽にさせてあげたいんですっていう人、そういう人は例えば看護師さんとか、あるいはまあ介護をやってる人はどうなんでしょうね。でもそういうふうに僕はね、精神的に人を支える医療者でね、医療者で精神的に人を支える、一番近しい距離感っていうのは看護師さんの距離感やと思ってるんです。医者でもなくカウンセラーでもなく看護師さんの、っていうのはね、看護師さんは何かの作業があるから、作業って言ったらいいんかな、何かの操作、例えば、点滴を変えるとかね、あるいはちょっと衣服の着脱を手伝ってあげるとかね、あるいは何か血圧をちょっと測ってそれを記録をしていただくとか、あるいはもっと大事なことは本人の元気とか顔色とか、そういう全体の体調ね、そういうのをパッとこう記述的にも直感的にも見るために来るわけでしょ。何かの操作を、何かの作業を、そういう意味でこう非常に高レベルの作業ですけどをやるために来るわけで、これがね一番精神的な支えなんです。でていうのは、精神っていうのっていうのはこの身体が全然ないでしょ。精神精神言うたってね、精神だけを見てたらね、ほとんど強制なんですよ。それは精神に対する強制、っていうのは身体的な動機同調っていうのが全然ないからね。ところが、看護師さんは例えば血圧測る時間ですよ、腕出してっていう時に、ただ腕出してるわけじゃないんですよ。その腕を出すタイミングでスッと巻いたりね、でシュッ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 ってやる時も自然に、本当に素晴らしい看護師さんなんかは特に相手のやっぱりリズムに合わせてシュッシュッ、面白いですよ看護師さんなんか、僕そんなこと誰も言えへんから俺の頭の中で考えてるだけよ。でもほんまにそうなの。僕も入院したこと1回だけあるんやけど、あのね一番気持ちよかったのはね、自分のこのリズム、その心臓のリズムの倍速でシュッ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 、それがちゃんと僕のリズムと合ってんね。ただし倍速やね、4ビート8ビートやね。気持ちよくね、なんか血圧測ってくださる看護師さんがいたりしてね、やっぱり同調同期なんですよ。それはやっぱり、精神に欠けてる身体性がちょっと同期するので、一番精神を支えることができるという複雑なことを言いますから。こんな看護師さんがそんな、なんか相手のことを支えてあげたい、そうじゃないでしょう。やっぱりそれはある種分業で、みんなでチームで支えてる、チームで支えてる時の距離感ってありますもんね、一対一じゃなくて。ところがカウンセラーっていうのは一対一になるでしょ。だからあんまりね、こう相手をこう支えてあげたいっていう、こう情緒的なウェットさっていうのは、そのウェットさをどうやって処理するかっていうことですごく苦労される人が僕は、多いと思う。あんまりウエットすると、そして信奉者ばっかりが周りに例えば集まったりしてね、変な風になってしまう。いや、これは僕の好みも入ってるかもしれませんけど、僕がいろいろ見てきた中で、なんかだからそういう意味ではカウンセリングっていう構造自体がキリスト教の構造の中でやっぱりできてるんだね。一対一じゃないんですよ。そこに神様がいるんですよ。ちょうど懺悔するでしょ。それを神父さん聞くでしょ。懺悔の部屋とかって、ヨーロッパなんか旅行された方なんか、ここが昔ながらの懺悔室ですって言ってね、黒いこんな木の箱があるわけよ。2つに分かれてて、そこにこの蛇腹の格子があって、相手の顔が見えるか見えへんかみたいな、今から懺悔しなさい、はい、私は2回ほど自分の信用のにすごく嫉妬して後ろから殴りかかりたいと思いましたとか、なんか言うわけやんか。ね、その時に僕たちはその一神教の世界に、まあ、ほぼほとんどの方はいらっしゃらないでしょ。だから一対一で聞いてると、そんなことできるわけないでしょ。二
頭おかしくなるよそんなひどいこと言った。そうじゃないや、神様との間のこの三角形があんねん。神が聞いておられんねん。そして神は直接声を発することができないから、その身体を通じて神父様がその代理をしてはるわけでしょ。もっと複雑やと思いますけど、これ文化的なことやからね、身体的な感覚も含まれるというか、まあ、うん、身体の感覚というか、まあまあ、そういう習慣的な作用があるからね、僕みたいに単純なものではないと思いますけど、この三角形があるから話聞けるんですよね。ところが三角形がない日本でカウンセリングをどうやって成立させるかっていうのは、実は僕はねすごい大変な課題だと思うんですよ。大変な課題だと思います。日本はそんなにこの強烈な一神教じゃない。そしたら例えば、そうですね、お茶とかね、お茶なんかもその最たるもので、全て作法がビーチーと全部決まってるでしょ。ふくさの畳み方までも裏三家表三家武者の工事家とか違うんでしょ。やってきたようなこと言ってごめんなさい、多分なんかそんな風に聞いたことあるね。お茶やってすごいお茶が好きな知り合いがいるからね、それの人たちちょっとつまみ食いしてるだけですわ。でもつまり一神教の神に対応するのは型なんですわ。全然分かる話になってるでしょ、まあ、なんかみんなもうこの回を聞いて損したとか思ってるでしょ。でもまあ小耳に挟んどいてくださいよ。そのうち人生に飽きてきたりね、人生に絶望したりした時にこの話は生きてくると俺思うんですわ。日本人にとってはそれが型っていうかね、型だと思います。ほんなら仏教はどうかって、僕は絶対仏教も型があると思います。型がない仏教ってないと思う。例えば拝み方、例えば真言密教の お坊様なんかちゃんと拝んでる人はみんなちゃんと印を組んで、印って分かります？まあこれも一つの印ですわね、合掌。それがこういうもっと仏様といったこのまあ印ですわ。他ちょっともう組んだら怒られるような、でも仏様は例えば密教の仏様なんか見てごらん、みんなある種の印を組んでおられます。例えばまあこれはやっていいと思うんだけど、阿弥陀様なんかこういう風にこれいいんですよ。あるいはこういう風に組んである人もいてあるわ。阿弥陀様のお像の中にはね、これもいいんです。いいんっていうのはまあまあある意味でこちらから仏様に対しての、あるいは仏様がこっちに対しての、まあ主にこっちからありがとうございます、こっちから仏様に対しての手旗信号やな、助けてください、これをよろしくお願いします、通じるわけや。それでね、これ型ですよね。すごい、僕はまあ真言密教をずっと研究させていただいてるんですけども、それはもうすごい所作をずっと拝んでるわ、ずっとやってあるんですよね。これやっぱり僕は型やと思います。だいたいハンカザっていう座り方も型やしね、歩き方にも一つの型があるし、そのもう型がもう極まってんのっていうのは、まあ、例えば禅とかは、まあ、そうでしょう、まあそこまで行くとかもちょっと近づかれへんけど、まあまあ、そういうようなことで、それを全部自分の心でやってしまおうと、やりたいっていう感じでしょう。人を支えたいって思ってはる方はそれも見上げたもので素晴らしいことなんやけども、それはある意味脱色していかなあかんと僕は思ってます。この一心に受けるといけない、そして向こうと溶け合っちゃってもいけないね、そこにズレがないといけない、同調してるんやけどズレがないといけない、こう、だそういう意味ではあの自分自身の癖を知ってて、その癖をちょっとこのどう言うたらいいの、ちょっとまずいなと思える人っていうかね、そこをでもそれまずいなと思ってても絶望してるんじゃないですよ。この癖を直したら僕ってもうちょっと素敵になれるんじゃないとかねもうちょっとマシになれるとかね、もうちょっと自分のことが好きになれそうとかね、そんなあたりが一番向いてるんとちゃうかなと思うんですよ。なんかこう全面的にボランティア大好きとか、もう絶対僕は向いてるとは思えない。だからそれやってくださいよ、僕のただ単なる先入観やからね。ただ平場で
どんな人が向いてますかっていうと、そういうことですね。自分がいかにすっきりと自分の思いではないところで人に助言をして、そしてたまさか10回に1回ぐらいポーンとそれがええ音を立てて相手がわっとこうなれる。でも自分が貢献したか貢献してなかったかっていうことはついぞわからない、そんな世界なんですよ。だからそういう世界に憧れてるっていうのは、それこそ仏教的に言ったら、宗教的に言ったら前世の因縁かもしれないね。自分はもうそれしかできないなっていうようなとこ、僕はそうでした。もう僕は精神科医にしかなれないなと。まああとはなんか出家して山にこもるしかない。もう今になったらね、皆さん、あの山にこもらなかったことを後悔しているんです。やっぱりね、山こもるっていうのはね、20代でやっとかないとね、もうね50も過ぎたら死にますよ、寒さ暑さで、あれ虫に噛まれて。だからね、山の修行はね20代で終えといたらもうちょっとマシな人間になってたんじゃないかと思うんですが、その頃はそんなことを本当にやってる人がいることも知らんしね。だからでも、こんなに出家するか精神科医になるかしかもないな、あるいは僕が他の文学部とか他の学科に行ったら、もう自分はカウンセラーになるしかないし、カウンセラーになるか出家するかしかないなっていう、そういう感じの人。なんか自分はより高みに行きたいんですね。でも高みなんか行ったら、あなたみんなそのカウンセリングを受けに来られる方、その素養としては素晴らしい仏の素養を持っておられるんやろうけども、今のところもううぞうむぞうに絡め取られて地面を張ってるような気持ちで来る人もたくさんいるわけでしょう。せのにも高みにとか、それは埋まらないし、埋めようと思ったら説教せなあかんことになるし、だからそういうことで、あのなんかもう一つの答えは、これしかできないなと、こんな自分をと時間を共有して、できる、そういう、まあ、クライアントと数十分をなんか有意義に過ごしたいなと、そういう感じが、まあ、向いてるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと難しすぎたかもしれませんけど、なんか言葉が出てきたので一応残しておきたいと思います。はい、名越康文 TV シークレットとよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな